皆さんごきげんよう。アランチャンネルへようこそ。すっかり梅の花がちらほら咲き始めて、とっても楽しい季節になりました。そんなアランチャンネル、今日はアランのお散歩事情についてお話ししたいと思います。アランは人間で例えると64歳です。もうだいぶいいお年のおじいちゃまですね。人間よりもだいぶ早く年を取るので、1年があっという間に年を取ってしまうような感じがします。今回は以前アランチャンネル始めたばかりの映像があるので、そちらと見比べてお話ししたいと思います。こちらの映像がアランチャンネル始めたばかりの頃のアランです。だいぶ尻尾がピーンと立っていて、頭も上に向いているのがお分かりいただけますでしょうか。そしてこれが今のアラン、だいぶ尻尾が下がっているのが分かりますね。とはいえアランは結構山道みたいなところを行ったりしているので、多分他のワンちゃんよりも健康な方なのかなとは思いますけれども、やっぱり少し足腰弱っているなっていうのが実感です。普段アランの足腰を鍛えるために、まず筋肉を柔らかくすることを心がけています。足の裏のマッサージと曲げ伸ばし、股関節周りのマッサージをしてお散歩に行くようにしてます。戻ってきてからも少しマッサージをしてあげて、背中もこう伸ばすような感じでマッサージしてあげて、疲れた筋肉を和らげるようにするように心がけています。ご飯の時は伏せとお座り、伏せお座りをゆっくり4秒ぐらいかけて何回か繰り返してトレーニングするようにしてます。老犬はまず伏せの練習をすると、体幹の筋肉や首の筋肉、それから足を閉じるための筋肉など全身を使うそうです。伏せができたらお座りの練習を少しにしてみると良いでしょう。それから坂道をなるべく歩くようにすることと、木の根っこが公園には多いので、後ろ足を上げるか上げないかぐらいの意識をして歩かせることがとても大事だそうです。それからアランはバランスボールを少し空気を抜いたものを使って上に乗っかって、前足と後ろ足をバランスを取るようにちょっとプルプルするんだけれども、バランスのトレーニングも欠かさずやっています。なるべく愛犬が長く歩けるようにしてあげるのが一番だと思うので、毎日コツコツ散歩とトレーニングとストレッチが大事だと私は思っています。私の周りのワンちゃんで最近歩けなくなってしまった子がいます。どうしようっておっしゃっていて、歩けないからお留守番の時にお水も飲めないんじゃないかってすごく心配をしていました。私のアランが歩けなくなったらお留守番どうなるのかなって考えただけでとっても寂しくて悲しい思いをしますし、お水が飲めなくなったらとっても心配ですから、やっぱりそうだな、お家の中で車椅子を使ってあげたりとかさせてあげるのかなって一緒に悩んだりもしました。もしアランが歩けなくなったら私はどうするんだろう。やっぱりいろいろ悩んだりいろいろ考えたりするんだろうなっていう思いを、そのワンちゃんの悩みから学ぶことができました。まずはそうならないようにお散歩に行ってきちんとトレーニングをしてあげることと、筋肉を柔らかくマッサージしてあげること、それから筋トレをしてあげること、できることはまだまだいっぱいあるので、今のうちからアランにちゃんと歩けるようにしてあげたいと私は今思ってます。
いつか歩けなくなった時が来たら、今度はどうしようかちゃんと今から考えていきたいと思います。今日もアランチャンネルを最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、どうぞよろしくお願いします。バイバイ。